株式会社、ノルデステは、東京都足立区に本社を置く日本の健康食品、化粧品の通信販売や、受託開発製造を e m を行うメーカーである。一般消費者向けにインターネットなどで、自社オリジナルブランドの健康食品や美容商品等を販売する、e コマース事業を行うほか、健康食品、化粧品の受託開発製造を行う。年。 安倍守安定氏が医師業を始める。1734年、二十人ぶちで、落ち松平家にし抱えとなる。1755年、安倍守安定方が医師本籍を任命され、以後代々御定位となる。1855年、安倍守安定一が、福沢幸知らと共に、敵塾に入門し蘭学を学ぶ。1874年、安倍実が、東京で、 漢方医を始める。1984年12月、安倍和江が有限会社、ノルデステを設立しサプリメントの販売を開始。1985年3月、ブラジル産、プロポリス製品の販売開始。1996年7月、東京商工会議所に入会。1996年12月、西新井法人会に入会。百九十九年十月、 一般社団法人日本プロポリス協議会に入会。2003年10月、NPO 法人日本総合医学会に入会。2014年7月、健康食品の受託開発製造を始める。2017年1月、化粧品の受託開発製造を始める。2017年10月、代表取締役に安倍智隆が就任。2018年9月、 東京都足立区北千住に営業事務所を開設。2019年2月、NMN セルトゥーンシリーズの販売を開始。2020年2月、株式会社ノルデステに、社名変更。2020年2月、株式会社ノルデステに、社名変更。安倍守安定医やケ図、中田正広著、小形公安幕末の意図教え、四分閣出版。2009年。 236ページ、ありがとうございます。